皆さんいかがお過ごしですか。11月に入ってから急に寒くなりましたね。11月初めの週に作った献立をご紹介します。さあ、あったかいものが食べたい。一番手お汁はご汁です。ご汁、大豆を茹でて、茹で汁ごとフードプロセッサーにかけてドロドロにしたものをいりこと昆布の出汁と一緒に合わせてお汁にしたものです。味付けはね、塩だけです。いりこの出汁をねしっかり取ると塩だけでも美味しいですね。出汁とほぼ同量の大豆のドロドロが入ってるので濃厚ですけど私好きですね。さらっとしてないなっていうぐらい大豆を入れるのが好きです。中身はね、大根、人参、しめじ、白菜、味のワンポイントにちょっとピリ辛の韓国唐辛子で作ったタレをポチョッと垂らしてあります。このタレはね、白ネギ切ったのと合わせればネギキムチができるタレなんですけど、こちらの動画紹介してます。ネギキムチの姿が一つも映ってないのでサムネ的には失敗かもしれませんが、赤いこの可愛い実のコントラストが好きで、こちらの動画で紹介したネギキムチの素を垂らしてあります。こんな使い方もできますね。さあ、お隣はこれはね、混ぜご飯のように見えてちょっとしたバラ寿司なんですね。実は具は甘辛く炊いたごぼう、糸こんにゃく、豚の薄切り、えのき、これをご飯に混ぜてですね、酢生姜、酢生姜こういうもんですね。冷蔵庫に作って保存しといたらいいですよ。ただ生姜を刻んで、ラッキョスでもすし酢でも南蛮酢でも何でもいいんで、自分が持ってる甘酢をねチャプ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 入れてつけとけばいいだけです。今日はね、こういうごぼうの甘辛く炊いたものと合わせて即席バラ寿司作りましたけど、何にもない時にはね、冷凍の枝豆とちりめんじゃこと漬けておいた酢生姜、自分のお好みの味になるまで生姜ごと汁気ごと足して混ぜればいいだけですから、酸っぱい味がたくさん効いてるのが好きな人もいるし、そんなに効いてないのが好きな人もいるし、だから味見ながらね足していけばいいだけ。上にこういう風に錦糸卵と、これ豆苗チンしたやつね、ちょこっと緑のせるとバラ寿司っぽいじゃん。これで OKOK。 お隣は出始めのひじき、ひじきの新芽で作った酢の物です。あまり食べる機会がないからたくさんの人に食べてほしいと思って、また今週のメニューにもつけてみました。こちらの動画でね、生のひじき生えてるとこ見たことあるっていうことで動画紹介してます。どうぞひじきが生えてるところを見たことない人はこの動画見てみてください。さあ、お隣はたくさん作っちゃってなかなかなくならないんでまた作っちゃいました。中華味のネギダクのたくあん、こちらの動画で紹介してます。これポイントはね、ごま油の味が効いてることと、この白ネギをまぶすことですね。この白ネギをまぶしたことによってね、より一層美味しくなる。この漬物は興味ある方どうぞ動画を見て作ってみてください。今ね、大根ね、シーズンですからね、美味しいですよ。さあ、次はモーイーのきんぴらです。違う、ヤーコンのきんぴらです。また間違えた。もうね、似たような名前つけないでよねって感じだよね。ヤーコン、こいつはヤーコンよ。ヤーコンね、見た目はさつまいもみたいなんだけど、中身はね、梨みたいな野菜、シャリシャリしてて食感が生でも食べれる、お芋の癖して生でも食べれる、サラダにしたり和え物にしたり、きんぴらにしたり焼いたり天ぷらにしたりっていうことも可能みたいですよ。私ね、和え物も作ってみましたけど、このヤーコンで、きんぴらが一番ね、この野菜の良さを生かしてる料理法だと思う。炒めすぎないでね、生でも食べれるもんだから。そしたらシャキシャキした食感とほんのり甘いヤーコンの味っていうのが感じられて美味しいですよ。ぜひこれね、皆さんチャレンジして食べてほしい野菜です。さあ、お隣はもう最後ですかね、ズイキを炊きました。シーズン初めのズイキと違って今ね、バカでかいですね。ズイキさすがに野菜売り場の棚にははまりきらないらしく、切り花と一緒のコーナーにね、バケツに立ってましたね、こいつは。クソデカ。でもなんか印象としたら、シーズン初めの随期よりアクがない？なんかそんな気がしましたね、意外にも。さあ、随期の炊き方はね、こちらの動画で紹介してます。3回茹でこぼすのよって、じゃないとね、味付けた後で全部捨てる羽目になるからねっていう動画でございますから、ぜひ随期興味がある方はね、もう来年になっちゃいますかね、また随期のシーズンね、やってみてください。さあ、お隣は冬瓜とリンゴのコンポートです。冬瓜をね、お砂糖水でパッと炊くっていうね、こちらの動画で紹介してます。これは冬瓜単体で炊いてますけど、リンゴとこういう風に合わせて一緒に炊いても美味しいよっていうね、
そういうご紹介ですね。さあお隣はセロリの佃煮で和えたじゃがいものごま和えです。これもね、こちらの動画で紹介したことありますね。セロリはね、佃煮味合いますよ。で、佃煮として食べるだけじゃなくって、こういう和え衣として使ってみるっていうのも食べ方のおすすめです。面白いごま和えでしょ？はい、次は、これはね、脇木のように見えて、葉玉ねぎなんですね。葉玉ねぎのぬた。カリッと焼いた揚げと一緒に合わせてあります。葉玉ねぎね、柔らかくて美味しかったですね。これパッと茹でてね、おか揚げして、茹でた野菜をその後ね、水でさらしたりしないやり方をおか揚げって言うんですけど、葉玉ねぎのぬた美味しかったです。これありですね。ぬたはね、この酢味噌があればいつでもね、できますからね。この酢味噌、冷凍庫の中でね、保存可能ですよ。こちらの動画の方で酢味噌のレシピ紹介してます。どうぞこれで作ってね、常備しといてください。さあ次は、こちらはレンコンのレンコンまんじゅうです。こちらの動画でね、紹介しました。これめっちゃ上手に写真撮れてましたよね。すごい、あのタレがツヤツヤしてツルツルして、めちゃめちゃ美味しそうに見えますよね。これね、これすったレンコンにね、片栗粉入れて、まず練ってわらび餅作るみたいにね。そうすると食感がね、もちもちして、なお一層おまんじゅうっていう雰囲気になりますよっていうね、そういう代物でございます。今日はね、中身にね、はんぺんのみじん切りとネギのみじん切れが入っております。で、つい先日ですね、片栗粉をまぶす時の裏技っていう動画を出したんですけど、今回このレンコンまんじゅうを作る時に検証してみたんですよ。実はその裏技を、本当でしたわ、使えましたわ。これにも、こちらの動画です。片栗粉をまぶして揚げ物をする時に、油の中にいっぱい片栗粉が沈んで落ちませんか、それを防ぐための裏技見つけましたっていう動画です。その裏技をやったら、本当に片栗粉がほら、このようにね、油の中に落ちません。気になる方はどうぞこちらの動画をご覧くださいませ。はい、お隣は、茹でた落花生の美味しさを皆さんに味わってほしいと思って、またもや作っちゃいました。茹でた落花生の乗った豆腐でございます。きび砂糖と生姜を入れたシロップをかけて召し上がっていただきます。デザートです。これね、美味しいんですよ。こちらの動画でね、紹介してます。豆腐自体のこのゼラチンの分量もナイスグーだし、この生姜のシロップっていうのもナイスグーだし、落花生茹でてトッピングするっていうのもナイスグーだし、トリプルコンボおすすめでございます。さあ今日はこのような献立をご紹介しました。それではまた次の献立もお楽しみに。